今日はその緑ランプをいかにつけないで走るか。おはようございます。なんかピーってすごい前に立ってます。これアドレスで来てたら私死んでたかもしれない。乗りやすい？なにこれおーすごい音するぞ。みんなすごい、あの落ち葉だらけのところもさ強そうじゃない、うん、取引。ああそうだね、うん、いいね。前に輪は昨日の夕方から26時間レンタルしました。取引125、2018年モデル。はい、 ABC じゃない、 ABS ABC ABS ついてるかついてないかはちょっと分かんない。12馬力です。おお、かかった。かかったわ。行くよ。653キロ。おお、新車だよ。どう？あ、もういきなりどんな感じ？雰囲気。あ、でもなんか安定感あるかも。これ、なんかね、すごいブレーキが効くっていうか硬い。硬い。どうですか？加速は音の割にスピードはないかなって感じですね。このグリーンのライトはなピカッてつくのは何なんだろう。あ、このね縦溝はねすごく安定感あります。まあまあ、全然なんか溝なんか全然感じないぐらい取られない、全く取られないね。出だしはアトリス V125 の方がスタートはちょっといいかなって感じだけど、その後の伸びはトリスキーの方がいいかな。とりあえず縦溝は全然感じないっていうことはもうすでにいいね。あ、こういう時だな。バシッと行ってほしい時はちょっとガッと前に行く力はないですね。あれ、これ電気ついてる？私もうめっちゃ明るいっすよ。あ、本当？この白いのそうだもん。あ、そうなんだ。うん、あ、俺だ。これ俺でした。何？どう？余裕？いや、ちょっとよくわかんない。でもね、そんな変わんない。変わんないっていうのはいいね。癖がないってことだね。うん、なんかブーンって行った時に緑のランプがつく。もっと緩やかにアクセルひねりなさいってことかな。じゃあ仕方していいよ。いや、ひねってもガツンっていく感じがしな い。違うよ。早いよ、後ろから追っかけてると。あ、本当？だからなんていうの、速く感じないんだよ。あ、なるほど。だから安定感があるから。なるほど。結構出てるよ。いや、すごい滑らかに加速するってことだ。うん、そういうことだね。すごいね。普通のスクーターとかバイクでもやっぱ怖いからさ、直立気味に曲がっちゃうじゃん。いや、さっきもそうだったよ。だからいまいち前二輪の恩恵をまだ感じられてないかもしれない。感じないまま終わるっていう説もある。終わるっていう説もあるね。多いわ。で、結局変わらないですみたいな。ってなる。何の参考にもなんないね。で、はいはい、12,100円かな、26時間レンタルで。うん、それは安いの高いの？安いのか高いのか分かんない。初めてレンタルバイク初めて利用しました。そうだね、俺も借りたこと一回もないもん。うん、そのエコモードになると緑ランプがつくって昨日調べてくれたじゃん。うん、今日はその緑ランプをいかにつけないで走るか。ダメでしょ。もうやっぱりちょっと寒くなってくるね、だんだん。ここら辺がね、うん、でも足がさ、それ全然出てないんだよ、見ると。これ、そう、確かに全然ね、風が来ないからいいよ、これ。うん、俺見るとすごい出てる。うん、寒そう。おお。おお。怖い。怖い？曲がれるよね。マンホールとかも気にしなくていいよ、多分。ああ、確かに。うん。二輪あるからね。でもさ、乗ってすぐになんかそんな不安感ないっていうのはいいことだね。まあ、普通だったらもう言いまくってるじゃん、もう怖えだなんだってうるせえなってなるじゃん。まあやっぱ言うてもスクーターだから、あと前二輪っていうのそうだよね、うん、あるから。やっぱりメリットだな、そういうとこはな。オートマのな、うん、いた、3人ぐらいいるよ。いたおはようございます。
はい、ということで待ち合わせ場所に到着です。おなじみの当たり名称とリメイクさん、そして今年のスクーターミーティングで初めてお会いしたシュウさんが待っててくれました。トリシティで行くって内緒にしてたので、なかなかいい反応、いい表情を見せてくれたスクーターの達人たちはその後トリシティをいろいろ観察してました。で、まずはこの5人でツーリング開始です。そして後ほどかっこいいイタリアとフランスのスクーターに乗る方たちとも合流予定です。それでは出発します。当たり目標はキャノピー、ジャイドキャノピー、うん、そしてトレイシーのトリシティとトレイシートレイシー125、はい、右行くよ。さあ出発です。はい、出発です。あ、コーナーです。はい、どうです。あ、ディーンしてますね、ちゃんと綺麗に。あ、してますか。こう恐怖感ない、やっぱり。うん、いいね。余裕のよっちゃんでしょ。いや、結構怖いよ。あ、ほんと。125よりはあれだけど、あの V125 よりはね、全然ね。お、2002、はい、トレーシー125、かっこいいじゃん。抽選みてえだな。80年代いいね。ある意味 RZ125 だよね。スクーターの RZ って言われてたもんね。どっかまた変えました。どっか改造しました。またしてないですか。うん、重役はどうしました。重役ね、まだ今悩み中。悩み中、うん、ちょっと街で乗れないかもしれない。超いじりそう。あー、イチョウがすごいね。綺麗だね。うん、師匠にしてはなんとなく綺麗なんだよね。あれなんじゃない、いじったばっかりとかじゃないかな。でも、もうタイヤがすげえ後ろについてる気がする。気のせいかな。同胞にする。うん、125なんだから早いよな、ね。でも言うても私のも4秒5出ますから。言っていいですか。はいはい、柴ちゃんのおかげで。いや、それでどうでもいいの。4秒55。いいことはないでしょうが。しばちゃんにマロッシュのシリンダーつけてもらったから4秒55が出たんじゃん。いや、そうだよ。結果を言ってるだけの話だよ。4秒55っていう結果を話して。ありがとう、しばちゃん。でかいね、あなたの。一人だけでかいわよ。柄が。トレンチが追いかけてます。あ、なんか濡れてるね、路面。うん、やっぱ凍結してたんじゃない？すごいね、地面が。うん、これ絶対怖いわ。よかったわ、三輪で。安心感満載だね、それ。いつもよりは大丈夫だけど、それでもやっぱ怖い。いや、でも全然いつもより速いよ。ついてきてるスピードが違うじゃん、いつも。もっと遅いよ。あ、じゃあ立ち上がりの一旦ちょっとブレーキかけた後の加速がいいのかもしれない。あーはーはーはー、トリシティは。はいはいはい、ここがね、うん、結構カーブきついとこだな。あ、そう。うん、これアドレスで来てたら私死んでたかもしれない。うん、結構きついとこあるよ。でもよかった、三輪できてね。うん、全然ついてきてるもん。あ、縦溝です。イエーイ、縦溝全然大丈夫です。きついコーナーがあります。はい、でもいなせるよ、簡単に。おお、早いね。そのうち俺抜かれるね、これ。イエーイ、面白かった。その発言がもうすごいじゃん。そのバイクのポテンシャルじゃない、やっぱり。いいよ。お、どうした、大丈夫ですか。うん、エンジンはかかってる。あ、フェンダーだ。フェンダーが外れちゃったかも。外れた。でもネジネジで止まっています。あ、よかった、フェンダー外しました。うん、ここが引っ張った。入るかな。はい、大丈夫そう。ちゃんと入るサイズなんだよ。メーターケーブル？メーターケーブル？うん。
しょうがないと思う。ーっていうやつ。いやー、本田さん、臨安心感満載。うん。俺の安心感が大きいわ。ほぼか、ほぼかったけど。そう、分かってもらえる？俺のストレスが一個減ってるもん。はい、すいませんね。はい、行きまーす。お、早っ。振動がない。いや、乗りやす。乗りやすい？何これ。この安定感は何？これいいね。楽しい。トルクフルだね。で、フットブレーキが面白い。そう。っていうか、扱いやすいフットブレーキ。うん、いや、待って。これいいね。いいよ。エンジンが厳しいっていう。あ、力あるなぁ。あと振動が全然ない。これが80年代のバイクとは思えない。面白っ。っていうか安定感が半端ない。パワーが全然違う、トルクが全然違う。太いっすよね、トルク。はい、ということで秩父方面道の駅足が久保の方へ向かっています。結構なくねくね道が続いていて、アトリス V125 とか普通のバイクだとカーブが怖くて、だいたいいつも心が折れて全然速度が出せないんですけど、トリシティは未だかつてないくらいのペースで走れて、みんなにそこまで離されずになんとか食らいついていけて、自分でもかなり驚きでした。恐怖感とかもほぼなくて、むしろだいぶ楽しく走れました。ということで、イタリアとフランスのかっこいいスクーターがこの後登場します。プジョー、アプリリア、そしてアプリリア、こちらもアプリリア。これはエリア51で、こちらが SR。 こちらはスピードバイクです。あ、スピードファイト2って書いてありますね。みんなテストや。そうです。これ皆さんどこでお買いになったんですか？いやヤフオクですか？ネットで。今ありますよ。あ、そうなんですか。1台余ってますけど。余ってる。あ、欲しいし。自分のマラグって乗ってみたらよかったんだけど、一番調子いいのがこれなんだな。なんと変わってない？どういう動きするの？PWK24 すげえな。エンジンはヤマハです。これもヤマハ。じゃあ部品は側はもうほとんどヤフーでちょっとできるぐらいで。はい、ということで合流したお三方はもともとスクーター動画を見てくださっていて、去年のスクーターミーティングに遊びに来てくれて初めてお会いして、で今年もスクミに遊びに来てくれて、で今度ツーリングしましょうって言ってて、リメイクさんがもろもろセッティングしてくれて今回実現した感じです。ベロベロに酔っ払った当たりメッショの大ファンみたいです。そうですね、縦じゃないと横。600キロ。600キロ走ったんすか？で、あの椅子の下にもタンクがあるから、2つ入ってるんですね。これで13リッターぐらい入る。すごい。あの、あれですよね、バイクベントになるんですね。そうそうそう、はいはいはい、うん、そこ行くような感じ。あ、大丈夫大丈夫です、うん、はい、もともとあそこの小金のところのね、あの有名なわらじカツ屋さんめちゃくちゃ混むんで、うん、安だよ。安だよね。安だよ。すごい音するぞ、みんな。すごいね、キャンバーが。タカキューさんの靴もかわいい。あー、ほんとだ。おしゃれ。ねえ、かわいいよね、うん。おしゃれだよね。おしゃれ。あ、ちなみに皆さん GTR お持ちですか？あ、皆さん GTR お持ち。しかも複数台。おお、1台ください。ねえ。あ、なんか倒れ方のコツを少し分かってきたかもしれない。すごい。で、慣れてきた頃に返すんだよね。返却しなきゃいけない。ああ、そうかそうか。で、また忘れちゃうわけですよ。ああ、確かに確かに。で、CB とか乗ると怖ってなる。うん、確かに。
なんか回してくれって音だね。本当だよね、うん、くすぶってる感じ。お、左ここに食べるんだ。ライダー詰めし。いただきまーす。すごい。暑すぎるでしょ。34度になってるもん。日が当たってるとこだったからな。半袖で走りたいぐらい暑い。ああ。これからどこ行くんですか？バイク神社。おお。これがバイク神社ですか？ああ、そうなんだね。俺のバイクのエラーが治りますね。ああ。何のエラーですか？諦めしてはディスクに穴が浮かない。はい、ということでバイク神社の後はバイク弁当っていうやつが売られている有名店へ行きました。バイク弁当は軒並み売り切れでした。で、この後はみんなでお茶しに行きます。右コーナー、グイッと倒す。そう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 、全然余裕だね。前より早いよコーナー。そう、ああさっきでもこういう時にあーって倒れそうになった。ああ重いしな。重いからでもこらえられない重さではない。うんうん、やっぱさ200キロのボーダーってあるよね。なんか100キロではやっぱ軽く感じるじゃん、うん、お、ここですか。お、どういうことですか。入れるよ。入れますか。うん、入っちゃいな。はい、はい、お茶します。なんか落ちた。はい、出発です。店内は撮影しなかったけどすごかったですね。年代もののすごかったね。バイクとホンダ愛を感じまくったね。そう、ホンダの古いバイクとか S600 とかな。そう、エンジン車のが置いてあったりとか。真のコレクターだね。コレクターだね。あー、すごいね。すごかったね。今気づいたけど、当たり前ショーのウィンカーすごいね。屋根までこう、登ってるラインが。本当だ、すごい。さすがです。わかりやすいけど。ボヨンボヨンしてるよ。どうした？登んないんだよ、50。登んないのか。あ、さようならか。ありがとうございます。いやー、なんかすごくさ、一緒にいて楽しい人たちだよ、楽しかった。はい、ということでスクーターツーリング自体結構久々でしたが、プジョー、アプリリアのお三方含む複数台のツースト集とあの音を浴びながらのツーリング、とっても楽しかったです。しかしまだまだ帰り道は続きますので、最後まで楽しんで走りたいと思います。車来てるよ。はい、V100 とだったら、うん、多分慣れてきたら V100 より早い。もうちょっと待ってよって俺が言うことそんな先行かないでよ
でも本当はさ、CB だったり普通のバイクで走れるのが一番関係ないね関係ないねって関係ないね、だってバイクだもん、それ申し訳ないけど関係ないね速いやつが偉いんだよ、そこそうなの、うん、別に二輪だろうが三輪だろうが関係ないもん、はい、むしろそれでツーストだったら最高に楽しいよ、うん、ツーストだしたら俺は欲しいもん、あ RZ のエンジン積んじゃう回んねえんだけど、どうやってやんの、回んねえよ、回るよ、なんか押すの違うあ、白黒だ統一感ある、はーい、はい、お疲れ様です、ありがとうございます、よし、おお、すごいフラフラする、あ、音ね、するでしょ、なんでこんな音大きいんだろう、するでしょ、音うーんみたいな、排気漏れでもしてんじゃないか、これ、するでしょ、でも音アイドリングストップとかはないんだね、うん、まあまあのスピード乗りだね、うん、確かに出だしがちょっと遅いかなって思うねって感じるよね、うん、ブレーキ効くねでしょ、あ、いいね、かなりめっちゃ効く、マジで155だったら買おうかな、うん、155の方がいいかもね、うん、ピー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 言ってるすげえ安定感だ、こりゃいいや、あー、本当に風来ないわこれ、うん、寒いでしょやっぱ膝が、それ、うん、足首に来る、うんうん、足首に来るよね、うん、巻き込まれてるからね、うん、これは一切ないもん、ないよね、うん、これ乗っててくれたら安心だわ、そうかい、あー、これすごいわ、ハンドリング、こういうとこ、もう直進での安定感もすごい、うん、今日のくねくね道、私でさえ一応みんなにはついていけたから、いいね、うん、いつもだったら絶対置いてかれてるじゃん、うん、ヤマハよくぞこういう安全に考えたバイクを作ってくれたね、で乗り味がバイクに ほとんど変わんなくてさ、うんうん、クセ強だったらまた困っちゃうじゃん、あ、うん、確かにそういった意味でクセはないよね、むしろ何にもないよね、うんうんうん、オートバイもここまで進化するんすか、いやーブレーキ効いて嬉しいよこりゃ今まで持ってるのかので一番これが効くよ、キューって感じだよね、いやーこれはいいね、よりおー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 、あ、いいさ、あー全然こういう時もいなしが楽だな、いなしあーすごいな、あ、段差段差、あ、ここちげえ、そっちだ、はい、全然いけてると思う、全然入んねえじゃん、5リッター1000円入ってない本当だよ、すげえ燃費いいな、ムカつくなこれな、いいな、 V100 が乗ってると心配、これはもう全然安心あ、まるっきり違うこれ、やっぱいいよ、